山本聖子です。私は映像インスタレーションや彫刻、レリーフなど様々なメディアを扱うアーティストです。まず作品をいくつかお見せしたいと思います。こちらは2020年に台湾でレジデンスをした時に制作した黒の先に落ちた赤、おやすみ、いい天気だねというタイトルの映像インスタレーション作品です。現地で出会ったインドネシア人の移民の漁師さんの日常生活や仕事を取材し制作しました。作品の中では移民の漁師の眼差しを借りつつ、この社会で生きる不安定さを黒、白、赤という色彩をメタファーとして用いながら描いています。映像を投影するスクリーンは鉄でできていて、天井から海水が一滴ずつ落ち、スクリーンを錆びさせ、その錆びは映像のイメージとシンクロする構造になっています。またこちらも2020年に制作した酔っ払った家と白いテーブルクロスという映像インスタレーション作品です。環境テーマにした芸術祭であったため、北極圏で起こっている永久凍土が溶けて家や木が傾いている状況をテーマに、展示会場の崩れかけた廃屋に重ね合わせ作品を作りました。遠い国の出来事を多くの人が自分のこととして捉えることができない状況を、白いテーブルクロスをかけて平和を装う状況として表現しました。あんま作らへんで、まあでも俺嫌いです。シチュー、まあ嫌いではないねんけどね。ご飯とか食べるもんやと今でも思ってへん。私もご飯と食べるもんな感じがせえへん。シチューはでシチューだけ全部先食べとなんかしっかりそうやな。おげんもすごい、サラダなくなってると思うんだけども、すごい早いな。でそう早く考えるちゃんと考えとるわ。今日は食べてる、ママに残しとこうと思う。このように私の作品には色が多く現れます。これは私が2013年に1年間メキシコに滞在し、彼らの伝統絵画やダンス、人と人との距離感、街の騒音、味覚などあらゆるものを調査する中で、日本で私が無意識のうちに白あるいは透明として認識している空っぽや無が、メキシコでは黒っぽく認識されているのではないだろうかという疑問を持ったことがきっかけでした。Empty. Which color? Empty. Gray. I imagine empty. Empty is nothing. It's gray. Yeah. It's not blue. It's not empty.そして世界中で出会った人々に空っぽ、エンプティネスという言葉を聞いたときに、思い浮かべる色は何ですかと尋ねるプロジェクトが始まりました。 I'm from Italy. I usually think about white. Because I'm very interested into empty billboards and the lack of communication. Usually those spaces areWhen they are left abandoned or without advertising, they are white. So this is the first thing I think about. これと同時に、白、黒をはじめ色全般に興味を持つようになりました。例えば、白は世界中で純粋や潔白、平和などポジティブなイメージとして用いられますが、一方で他の色を受け入れない排他的な特性や、何かをなかったことにする、
特殊な色であるとも考えられます。つまり、白が多く使われている場所には、一見平和的であっても、その周囲には何かが隠されている可能性があります。また反対に黒は、悪魔や闇などネガティブなイメージがありますが、他のあらゆる色を受け入れられる、とても受容性の高い色だとも言えます。このように、私は様々な環境に置かれた自分や他者の身体を取り巻く気配をリサーチし、色をメタファーにして表現しています。そしてこのテーマを気配の色と呼んでいます。ありがとうございました。